皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はですね、こちら僕が愛用している下田デザインのアクション X50 を紹介したいと思います。はい、ということで今回はね、こちらのバックパックですねを紹介したいんですけれども、下田デザインっていうのはですね、僕自身がまあここ1年半ぐらいずっと愛用して使っているカメラバッグになります。で、まあ、ちょっとねこのチャンネル見たことある方はねご存知かと思うんですけれども、もともとこの黒い大きなカメラバッグですね、で下田のアクション X70 っていうね、まあ、かなり大きなサイズのバックパックをねずっと使ってきたわけなんですけれども、まあ、冬とか秋とかね、ちょっと寒い時期とかなんかは割とこうカメラを入れて、かつ、まあアウトドアの機材とかあと衣類とか入れてちょうどいいサイズなんですけど、ただ夏になってくるとね、そこまで防寒着とかもいらなかったりして、ちょっとオーバースペックなところがあって、なのでちょっとサイズダウンをしたこちらの X50 というものをですね最近導入いたしました。で、まあ僕自身いろいろね、この下田のバックパックを使う前っていうのは、マンフロットのバックパックとかをいろいろ使ったりだとか、あとはフォックスファイヤーとかもね、使ったりしてきたんですけれども、これを使ってからね、本当にこれ以外はね使えないぐらい、すごく気に入って使っているバックパックになっていますので、まあ、今回はねちょっとこのバックパックをね、皆さんに紹介できればと思います。やっぱりこのカメラプラスあとアウトドアのバックパックってなると結構値段もしますので、どれ買っていいかわからないっていう方もねきっといるんじゃないかなと思いますので、まあ、そんな方のね参考になればいいのかなと思いますので、またこの下田のバックパックね気になる方はぜひね今回の動画見ていただいて参考にしていただければというふうに思います。で、まあ今回のねこの下田デザインのバックパックね、どういったシステムになっているのかっていうのをちょっとね紹介していこうかなというふうに思います。はい、じゃあ早速ですね、このバックパックの、まあ、システムをね、紹介していくわけなんですけれども、まあ、全体的な見た目ってねこんな感じですね。これ、まあ後ろっていうか前面っていうのかなになります。でこれが内側の部分ですね、こんな感じです。で、まあ、ちょっと後ほど紹介するんですけど、ここからチャックを開いてカメラのね、ところが、まあ、開けてカメラを取り出してっていう感じになるんですけれども、ちょっとねいろんなシステムがあるので一個一個紹介していこうと思います。まずね一番最初はこのトップの部分ですね。ここね、こんな感じで取り外すことができます。でこんな感じでロール状になって、まあ、しまうっていう感じになるんですけど、これ結構特徴的ですね。時々このスタイルのバックパック見かけるんですけれども、これもね結構下田の特徴的な、まあ、デザインなのかなっていう感じですね。まあこんな感じで、開くと上がねこのぐらい大きな口が開いて、この中にいろいろなものを収納することができます。ちょっと実際にどんな感じなのかっていうのをね、ちょっとカメラで伝えきれるかあれなんですけど、こんな感じですね。内部はこんな感じになっています。結構広いんですよね。でこの中にはメッシュ状のポケットが2つかな備わっていて、そこにまあ貴重品だとかそういったものをね収納することができます。で横をちょっと見てもらうと、カメラの、まあ、ブースっていうのはねここから下なので、ここから上はね、まあ、そういったアウトドアに必要な衣類だとか、あとは、まあ、キャンプに必要な、まあ、ガスバーナーとか、まあ、そういったグッズをねたくさん詰め込むことができます。僕は割とここに防寒着とかそういったものをね入れることが多いです。結構いっぱい入りますよね。だから夏場の登山とか、まあ、天白の登山とかでも全然物を、ね、突っ込めますので、まあ、秋ぐらいにかけても、ね、使える十分大きな、ね、サイズになっているのかなと思います。で、まあ、使わないときはこんな感じでくるくるくるってやって上のところを、ね、こんな感じで接続してもらえれば OK です。そしてもう一つ補足なんですけれども、これね閉じてしまったら、ここの上からだけじゃなくてここにもね、YYK のジッパーがありますので、これをこんな感じで開いてもらえれば内部にアクセスすることができますので、わざわざ上をね開けなくても内部にこう手を突っ込んで物を取り出すことができる仕様になっています。このジッパーの部分にもちょっと特徴があって、まあ水が入り込まないようなね、まあ、特殊な構造になっていますので、まあ、雨天時なんかでもですね、まあ、安心して使える、まあ、そんな作りになっています。続いてはこちら前面のポケットになります。さっきのジッパーのところの真下に当たるところなんですが、ここにもポケットがあります。
ここにもね結構たくさんのものを収納することができて、こんな感じですね。ちょっと見にくいかもしれませんが、こんな感じで手をね真下まで突っ込めるような、それぐらい深い構造になっていて、僕なんかここに手袋とか、あとはレインカバーとか、そういったものを入れたりしています。あと行動食とかですね、そういうものを入れています。上に入れるものっていうのは大体ちょっと時間に余裕がある時に取り出したりするものなんですけれども、さっと取り出したいものはこの前面のポケットの中に収納しておくことが多いです。ここも二重の構造になっていて、一番外側の部分と、あと内側の部分にもね、こういった入れられるポケットがありますので、二重で物を、突っ込むことができます。あとはこちらのところ前面のところにある、ちょっと白いビニール状の、ポケットがあるんですけれども、ここにはフィルターとか、そういったもの、あとはバッテリーとかね、そういったものを入れても、いいのかなと思うんですが、僕自身はここには車の鍵とか、貴重品を入れるようにしています。どうしてもね、なくなりやすいもの、車の鍵とかもそうなんですけれども、バックパックの中内部に入れてしまうと結構埋もれて見つからないことがあったりしますので、そういったものをねこういったところに収納したりしています。なのでここに関してはね使い方それぞれかなと思いますが、かなりね収納スペースが確保されている場所になります。で続いてこの前面のところにあるこのベルトになるんですけれども、下田のバックパックの特徴として単なるカメラバッグではなくて、アウトドアにすごく特化したバックパックになっています。でこの前面のところは例えば三脚を突き刺して運んだりすることもできますし、あとはスキーとかをですねここに装着して運ぶこともできます。で今ここ、接続を外したんですけれども、こんな感じでここの真ん中のところをくぐらせてあげれば、もう少し幅の広い例えばスノーボードとかですね、そういったものもここで固定して持ち運ぶことができます。下にもベルトがあるので同様にして、そんな感じでね運んだりするようなことができます。なのでカメラを撮影する写真を撮影するだけじゃなくて、雪山に行って、撮影をしたりとか、バックカントリーを楽しみながら撮影をしたりとか、そういった方にはねすごく向いている、バックパックなのかなという感じです。っていうのがこの前面のベルトの構造になります。あとはこのベルトを使って付属で付いているヘルメットホルダーですかね、こういった付属でヘルメットホルダーも付いていますので、さっきのこのベルトと固定してヘルメットをここに装着することっていうのもできます。続いてはちょっと後ろ側に行きまして、こちらですね、ショルダーベルトかな。ここにもですね実は言うと小さなポケットが2つ設けられています。でこのポケットね若干右と左で、サイズとあと仕様が異なるんですけれども、右側なんですが、右側には割とね大きなものを突っ込むことができます。例えばこういった水筒とかですね、500ミリとか の、ペットボトルであれば簡単に入るような、ポケットになっています。僕なんかは山とか登るときとかは割とこんな感じで水筒をねここに入れて、携帯していることが多いです。あとは森の中とかで撮影したりするときですね、どうしても日本ってクマがよく出るんですけれども、そういったときにこういったねクマベアスプレーですねを携帯しなきゃいけないんですけれども、さっと取り出せるところに持って携帯しておくっていうのが条件で、理想を言えばずっと持ち歩いて歩くことが一番いいんですけれども、そうじゃなくてやっぱなんか活動して手を使って登ったりとかっていうこともあると思うので、そういった時に収納できるスペースとしてここはねすごくいい、ポケットになっています。なのでこれ入れてる時はちょっとドリンク入れられないんですけれども、付属で別の、ドリンクホルダーみたいなのを買ってここでカラビナで固定したりとかっていうことで代用はできるんですが、クマが出そうな場所とかっていうところを歩く時は僕はここのポケットにベアスプレーを入れて、歩いて、行動しているような感じになります。なのでドリンクだったりベアスプレーっていうものをここに収納することができます。あと左側なんですけれども、ここには行動食とか入れたりするのにすごく便利なところになるかなと思いますが、こういったスマートフォンなんかも簡単に収納して入れておくことができます。ポケットに入れといても全然問題ないと思うんですけれども、やっぱり岩に当たってなんか破損したとか、あと落としてしまったりとか、そういったこともあると思いますので、ここにね入れておけばすぐに見て、例えばマップを確認したりとかね、そういったことにも使えますので、そういったところにもすごく配慮されたポケットですね。左右ちょっと違うシステムになってるんですけれども、非常に便利なポケットが備わっています。
あとはこちらウエストベルトのところにも小さいポケットがですね備わっています。こんな感じでメッシュ状というかね薄い伸縮性のあるポケットがねここにあるんですけれども、まあここには例えば食べた行動食のゴミですかね、そういったものをここに入れ込んで、まあ落とさないようにっていう感じですね。で収納しておくことができるような、まあポケットになります。あとは飴とかもそうですし、僕なんか塩飴とか、あとなんかちょっとこう口の中に入れられる塩分とかクエン酸とか、まあ、そういったものをここに収納して、左は食べる前のもの、右は食べた後のものを、まあゴミを入れるっていうね感じで使い分けているんですけれども、そんな感じで使うのに便利な小さいね伸縮性のあるポケットが設けられています。これもすごく便利な、機能かなっていうふうにね個人的には思います。続いてはちょっとねバッグを横にしているんですけれども、サイドポケットについてですね、このサイドポケットも非常に考えられた作りになっていて本当に感動的なんですけれども、普通のサイドポケットってもう1個だけですよね。でも入れるだけっていう感じなんですけれども、この下田のバッグのサイドポケットのすごいところは二重構造になっていて、1つのところを開けるとこんな感じでドリンクホルダーが飛び出てきます。でまあ、こんな感じでドリンクを、ね、入れてキュッて縛っておくこともできて、かつこの中にも物を収納することができるような作りになっています。でこのドリンクホルダー、単にドリンクを入れるだけじゃなくて、僕ら写真を撮るものっていうのは三脚をね必ず持っていくと思います。やっぱ山とかに行って撮影するときはどうしても三脚がないと風でブレてしまったりとかするので、まあそういった時にはね必ず三脚ってものをね持っていく形になるんですが、まあ、そういった三脚をここにですね入れ込んで、かつ上のベルトでキュッと留めて、携帯することができる、まあそういったシステムになっています。でこのドリンクホルダーのように見えるものなんですけれども、ドリンクホルダーにしてはちょっとでかいよなって思うんですが、例えば三脚をひっくり返して雲台側をそのまま突っ込むような形ですね。通常だと雲台側を上にして、まあ、固定することが多いんですけれども、まあ、それを逆さにしてこのホルダーの中に突っ込んで、まあ保護しながらですね、携帯することができるっていうね、まあ、そういったところも非常に特徴的な作りになっています。で今度反対側になります。反対側はまたちょっとね別の作りになっています。この内側のポケットを開けるとやっぱりさっきみたいにドリンクホルダーが出てきます。まあ、なのでここに三脚をね固定しても全然 OK な形になります。で、さっきのねこの左側と違うところっていうのはちょっとねこれ開けてみると、今度は内部に直接アクセスできるような形になっています。ただ今現在僕自身はですね、まあ外から内部にアクセスしなくてもいいような、まあ感じに、まあ作り直しているので、ちょっとここからはアクセスできない感じになっているんですが、まあ、内部の ICU ユニットっていうところにも、ちょっとしたね、まあ、ジッパーのようなものがあって、まあ、ここを開くと直接内部からカメラを取り出すっていうこともできます。なのでこれに関しては自分自身がそういうふうに使いたいんであれば IC ユニットもそのように作り直して内部をね構成しなければいけないんですけれども、まあこっちサイドっていうのはねそういった形で内部に直接アクセスできるポケットにもなっています。なので右と左でちょっとね構造が違うんですけれども、用途に合わせて使い分けることができる、まあねそんな作りになっております。まあ、すごい考えられたね作りになっているんじゃないかなというふうにね思います。それではいよいよですねこの、まあカメラバッグの内部ですね、今まではこの外の部分でその収納的なところを紹介したんですけれども、今度はカメラの機材が入っている内部の ICU ユニットをですねちょっとお見せしたいと思います。こんな感じでジッパーを開いてもらうとこんな感じで開くことができます。ちなみにここにもねノートパソコンとか入れられるようなポケットがねあります。でこれをねペロッと僕の場合はちょっとつけてるんですけれども、めくってあげるとこんな感じでカメラがね収納されています。まあこのタイプってね割とちょっと大きいサイズですかね、まあミディアムサイズになると思うんですけれども、これよりもうちょっと小さいタイプの IC ユニットも存在していますので、まあ、自分の用途に合わせて撮影スタイルとかに合わせてこの IC ユニットね別売りになるので購入していただく必要があります。ただまあ僕の場合はこのサイズがね良かったのでちょっとこれを選択しているんですけれども、まあアクション X50 なんですけれども、たくさんのね機材をね入れることができます。まあカメラ2つは全然余裕で入ってしまいますし、望遠レンズのついたこちら僕のニコン Z7 と70-200 の、こちらの組み合わせなんかもね簡単に収納することができます。こんな感じですかね。
ちょっときつくはあるんですけれども、あとはレンズが1個入っていたりとか、小物系のケースを入れられたりとか、バッテリーとかですかね、バッテリーを入れたりとか、ブロワーとかヘッドライトとか、まあ、こういった撮影に必要なアクセサリーなんかも簡単に収納することができます。その他にもドローンとかもね、普通に入れることができて、まあ、僕なんかはですね、このスペースですかね、この今 Z7 と7ニッパが入ってるんですけれども、これの代わりに Mavic 2 Pro をね、ここに入れてバッテリーと、まあ、などを入れたりして収納することもあるんですが、まあ、かなりたくさんのね、カメラ機材をこの中に収納することができます。でまあ、ここの内部の、ね、構成、さっきも外から直接アクセスできるっていうふうに言ったんですけれども、それもね自分で調整できますので、まあ、もしね活動中に直接バッグからカメラを取り出したいなんていう時は、この中身をちょっと工夫して変えてあげる必要があるという感じになります。なので、まあ、実際にねこんな感じで、まあ、中にねカメラを収納することができます。はい、という感じで、この下田のアクション X50 なんですけれども、本当に機能面にも優れていますし、収納力もありますし、まあ、アウトドアをしながら写真撮影をする方にはすごく充実した内容になっているのかなというふうに思います。で、単に収納力が高いっていうだけじゃなくて、こういったところにも何かをね引っ掛けるようなところが、まあ、たくさん設けられていますので、まあ、そういったところにね自分が必要だと思うアクセサリーをですね、まあ、カラビナとかを使いながら固定していくことができますので、そういったところでもねすごい幅の広い使い方ができるのかなというふうに思います。で、こちらのバックパックなんですけれども、レインカバーが別売りになっているんですよね。なので別途購入する必要があるんですけれども、このバックパック自体ね、かなりね撥水効果のある作りになっていて、ちょっとやそっとのね雨であれば簡単に弾いてくれます。あとは泥とかそういったものも弾いてくれるような作りになっていますので、その点に関してもねすごく安心して使うことができます。ただまあ、僕のこの X70 ぐらい、もう本当に毎回使っているとやっぱり老朽化が進んできて、ちょっとねこういったところの撥水効果っていうのもね衰えてきてしまうんですけれども、まあ普通に使い始めのね頃っていうのはですね、まあちゃんとケアとかしてあげればですね、全く問題なく撥水効果っていうのはね保たれますので、まあそういったところでもすごく心強い作りになっています。そしてこの下田アクション X シリーズなんですけれども、今回紹介した X50 と元々持っていた X70、 そしてその他に X30 というこのサイズよりももう一回り小さいものもありますので、まあご自身の撮影スタイルに合わせて、まあチョイスしてもらえばいいのかなというふうに思います。これは僕の勝手な意見になるんですけれども、この X70 っていうのは本当に容量が大きいので、夏とかで使うにはねかなりオーバースペックなのかなというふうに思います。なので、まあ、秋とか冬とか春の初めとかで、まあ、防寒着とかをね入れ込まなきゃいけないシーンだとか、あとはアウトドアな要素が本当に多くなるような、まあ、そういったシーンで撮影する時なんかにはめちゃくちゃ重宝するバックパックだと思います。僕なんか冬とかで転泊したりとか、まあ、防寒着を入れて撮影することもねすごく多いので、まあ、そういったシーズンにはねめちゃくちゃ重宝したバックパックでした。で、一方この X50 っていうのはアウトドアもめちゃくちゃ充実させたい、かつ写真撮影もしっかりとやりたい、でもそこまでいっぱいで防寒着とか入れなくてもいいような夏の時期とかで、まあ、すごく使い勝手のいいサイズになっています。で、X30 っていうのは本当にもっとね小さいサイズでミニマルな感じになりますので、まあ、そこまでがっつりとしたアウトドアは含まなくって、まあ、トレッキングとかちょっとその辺散歩に行きながら写真撮影をするとか、まあ、そういった用途にねすごく向いているバッグのサイズになると思いますので、まあ、それぞれサイズがあるんですけれども、自分の活動範囲とか撮影スタイルとか、まあ、どれだけアウトドアな要素が入ってくるのかっていうのを考えながら選択してもらえばいいのかなというふうに思っています。はい、ということで今回はですねこの下田デザインのアクション X50 というね、まあ、カメラバックパックを紹介させていただいたんですけれども、本当にもう冗談抜きでめちゃくちゃいいバックパックなので、心からお勧めできるものになっていますので、まあ、これからねバックパックを探して買おうかなっていうふうにね思ってらっしゃる方、ぜひねご検討いただければと思います。ただ日本で買えるところってね、まあ、あるんですけれどもちょっとね限られてはいますので、あと海外で直接買うよりもちょっとね割高なところもあるんですけれども、ただまあそう言ってもすごくいい製品なので、まあ、これから本格的にカメラを始めて、まあ、登山
談とかしながら撮影をしたいという方はですね、ぜひ検討いただければというふうに思います。また詳細は概要欄に貼ってありますので、そちらをねご確認いただければと思います。でこの下田デザインさんから僕自身ねクーポンコードを発行してもらってるんで使っていただきたいんですけれども、残念ながら日本国内に住んでる方はねちょっと使えないんですよね。なのでもしこの動画を海外の方で、見ていらっしゃる方いらっしゃいましたら、概要欄にあるクーポンコードを使っていただければちょっとね割引されますので、ぜひねそちらもご検討いただければというふうに思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。